こんにちは。僕の名前は琥珀。数学の勉強をしている。大学4年生だ。東京に住んでいるよ。僕はスイ。YouTube と SNS を愛する琥珀の友達だよ。今日は京都大学大学院の合格発表の日か。あ,あれ、ここはどこ試験前の今年の4月に戻ってしまったみたいだ。 印紙には何が出題されるの筆記の基礎問題では線形台数微積、複素関数集合位相が出題される専門問題では各自の選考に合わせて台数期化、解析その他から選んで解くよあと英語の試験もあるよ琥珀は何が専門なの期化だよどこの大学院を受けるの とりあえず東大数理を目指すことにするよ大学の友達との因子ゼミでも東大数理の問題をやっているでも東大は難しそうだねうん全体での倍率は2から3倍内部生の倍率は1.5から2倍で外部生の倍率は4から7倍だよへ <laughs> えー、高いね内部生でも結構わからないんだね東大に限らず 数学科のではは過去問はあるのあるよ各大学のホームページで公開されている回答は大学受験みたいに大学別にまとめて売られてるわけじゃないけど過去に受けた先輩で回答をネットで公開している方がいるよ大学院に入って勉強したいことは決まってるの実は最近やっと分かったんだよでもどこの大学がいいかわからないんだチャット GPT に相談してみよう 一番おすすめなのは京大です。リムスにも忘れずに行ってみてくださいね。え、京大はどういうところなのかな？まず、京大の大学院で数学が学べる専攻が2つある。それが数学系数学教室と数理解析系リムスだよ。数学教室の定員は42人。リムスの定員は10人だよ。筆記試験は同じだけど。 口頭諮問は別々に行われるんだあ思い出したリムスは UBC 予想の望月慎一先生がいるところじゃないうんそうだよあと最近では数学のノーベル賞とも言われるアベル賞を受賞した柏原正樹先生もリムスの教授だったよじゃあ今度京都に行ってみよう数学教室とリムスの先生一人ずつに面談してもらってきたよ兄弟を第一志望にしたいな 東京より落ち着いている感じだししばらく京都で生活してみたい京大目指して頑張るぞ行きたい大学が定まってよかったよあこんなところに京大数学教室のポスターが X に投稿しちゃおっとのんきなポスターだなこの投稿のせいでいろんな人が因子のポスターの話をしているよ6月になったらいよいよ出願だ 数学教室とリムスは平願できるんだったよねうんでも志望順位を決めて出願しないといけないリムスが第一志望数学教室が第2志望でリムスに受かった場合数学教室からは合格をもらうことはできないんだ慎重に決めないとだねリムスを第一志望にして出願するぞ今日が春学期最後の日で明日から大学生最後の夏休みだ 京大の試験まで残り1ヶ月だ。ちなみに最初に聞き忘れたけど、筆記試験の後の高等試問とは何黒板の前で数学の質問に答えるという試験だよ。高等試問はどういう対策をすればいいのかなとりあえず、次のようなことの定義と課令とかを復習しておけばよさそうかな。基本的に高等試問の内容を後輩に教えたりしちゃいけないみたいだから、わからないよ。高等試問に進むには、 まずは筆記試験に合格しないといけないんだよねうんだんだん眠れなくなってきたなまだ朝3時か今日はいよいよ京都に行く日だそろそろ英語の試験の英作文を覚えるぞ東京よりだいぶ暑いな溶けちゃうよ枕を持参したけど今日も全然眠れないな寝たと思ったのにまだ12時かここが受験会場か周りは頭が良さそうな人ばっかりだな 数学の服を着てる人もいるし一つ一つのやるべきことをやればもしかしたらリムスに儲かるかもと思ってたけど無理かもなそっかでもいつも通りやれば大丈夫だよありがとうどうだった過去問よりかはできたかもでも基礎問題は過去問と傾向がかなり違うのが出て焦った複素関数は流数定理が出ると思ってたのに 謎の変微分方程式の問題に変わってたしお疲れ様とにかく明日は一日休みで夕方に筆記の合格発表があるね両方とも勝ってたよかった指紋は両方とも明日にしてもらえたねまずは数学教室の高等指紋だ緊張するな大丈夫あのポスターのイメージを信じてたらダメだよ指紋って結構焦るんだなあらら でも1時間後にリムスの指紋だね気を取り直して頑張るぞ思ってたよりできたよかったよかったねもうやることは終わったし観光も暑すぎてできないから東京に帰ろうはっこれは今まで夢を見ていたのか4月から5ヶ月間長かったけどあっという間だった大学受験に比べたらすぐ終わっちゃったなおはよう。 今日はいよいよ合格発表の日だね M スに受かってたよおめでとう来年からは京都だね早速ツイートしよううんそれでは最後にお役立ち情報をお届けします今年の受験者のデータはこのようになっています結構高等諮問で落とされているんだねこの9位って数学教室では 修士から博士課程に上がる際に休員に合格しないといけないんだけどそれが免除されるというのが休員免除だよまた東大や京大数学教室は出願の時に指導教員を決めていなくても大丈夫ですがリムスは決めて出願しますそしてリムスは他の大学院とちょっと違って受験者の興味分野と希望する指導教員の研究分野が合致しているかが合否にかなりの割合で影響しますあと 飲酒に関しての細かい内容はノートに書いてあるので、勉強方法などについてはそちらもご覧ください。これで今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあ、またね。